命中率 94% を誇る歩兵系公式の多目的ミサイルジャベリン。1996年からアメリカ陸軍で運用され、現在では陸軍海兵隊をはじめ世界各国で運用されています。ジャベリンは主に対戦車用ミサイルとして使用されますが、他にも建物からヘリコプターまで幅広いターゲットに対応可能。また様々なプラットフォームに搭載することができます。日中夜間を問わず、あらゆる天候下でも使用可能です。ミサイルは完全自律誘導で、その撃ちっぱなし能力により発射後すぐにその場から退避することができます。発射時に起こる爆風を最初に抑えているため、屋内などの狭い場所でも発射が可能になります。モードは2種類あり、トップアタックモードとダイレクトアタックモードがあります。トップアタックモードでは、戦車などの装甲車両の弱点である車両上部を狙って発射することができます。そして2020年にはジャベリンの最新型 148F が完成し、すでに2000機以上が製造されています。最新型 F の威力は、現在の戦車はもちろん、今後予想される新たな戦車の装甲さえも貫通できるほどの高威力です。そして最新の多目的弾頭を備えているため、ターゲットごとに複数の弾頭を使い分ける必要がありません。ジャベリンの発射装置にあたるユニット CLU もアップグレード計画を進めており、より軽量に、よりコンパクトになっています。昨年、このジャベリンの軽量ユニットからスティンガーミサイルを発射し、ドローンを撃墜させるテストに成功しています。ジャベリンからスティンガーも発射できるようになる。これは空中と地上両方のターゲットに対して一つのユニットでマルチに運用ができ、今まで以上に柔軟な兵器になることが期待されています。その他にも様々なプラットフォームで発射テストが行われています。昨年行われたテストでは、 JLTV や無人地上車両など複数のプラットフォームからジャベリンを発射し成功しています。また今後、最新型のストライカー装甲車にもジャベリンを搭載する計画が進められています。驚くのはその価格。2021年度の国防総省の調達単価では、ミサイルシステム1式約2500万円、ミサイル本体だけでも約2000万円もの費用がかかるほどの高価なミサイルでもあります。ジャベリンはミサイル発射としてだけでなく、ユニット単独で使用もされています。その高度な照準ユニットにより、歩兵部隊のみで高精度な索敵が可能になります。特筆すべきはやはりその使いやすさです。自立誘導であることや、一人でも運用可能なことから、操作などを習得するためのトレーニングは非常に短期間で終わります。そのため、経験が少ない兵士であっても 2,3 日レクチャーを受ければ、命中率 94% まで達します。ジャベリンは即戦力であり、万能性に優れています。 AT4 程度の火力と自動グレネードランチャー程度の射程が欲しい、その両方を持つ重迫撃砲より高い精度が欲しい、
そんな兵器の隙間を埋めるジャベリンは、その万能性から非常に高い評価を得ています。You're gonna have to move up. Right, you gotta move up. Right, you gotta move up.